よう、アスナ。出かけるところか？うん、プレミアちゃんと一緒にね。あ、ほら、向こうから来たよ。ごきげんよう。いや、プレミア。これからアスナと出かけるんだって？はい。一緒にティアを探しに行こうとしていました。ティア？うん。もしかしたら今もフィールドのどこかを歩いているかもしれないし。ねえ、実は君も誘おうと思っていたんだけど、一緒にティアちゃんを探しに行かない？一緒に探してもらえると助かります。なあ、構わないわ。俺もティアのことが気になってたから。それは頼もしい。ああ。じゃあ行きましょうか。私はあちらを見てきます。了解だ。気をつけてな。ティアちゃんのことすごく心配してるね。自分に起きている異常がティアにも起きているって知ったわけだ。その上、向こうは一人きりだし無理もないと思うよ。そうだよね。でもプレミアちゃんを見てると自分のことよりも心配している気がする。もともと設定のなかったプレミアちゃんはいろんな思いを積み重ねてここまで成長したんだよね。人と出会って何かを見て感じて、こうして人のことを強く思うようになったのも積み重ねていった結果なんだよね。ああ。プレミアちゃんのそんな姿を見ていると懸命に生きているって感じで放っておけないんだ。私たちが何かをしてあげるなんて本当はおこがましいことだと思うけど、結局は人も同じだよ。他人に対して何かをしてあげるというのは正直エゴと取られてもおかしくない。でも人とのつながりを持つためには干渉し合うことがどうしても必要だ。相手がそれを求めているのであればエゴは必要なんだと思うぜ。そっか。うん。見つかりませんでした。今日のところはな。けど明日は見つけられるかもしれないぜ。粘り強く探そう、プレミアちゃん。二人ともありがとうございます。これからも一緒に探してくれますか？うん、当然じゃない。私たちはいつでもプレミアちゃんが伸ばした手を握ってあげるよ。だな。俺たちが支えるよ。はい、お願いします。